般のご家庭から出る容器包装プラスチック、理解はしてるけどいまいち自信がないと感じることはありませんか？この DVD では容器包装プラスチックのワンポイントなどをご紹介していきます。ご家庭で集められた容器包装プラスチックは週に一度の収集日に合わせお出しいただいております。収集されたものがどのように処理されているのかご存知ですか？実際に収集からリサイクルまでの一連の流れを見てみましょう。収集業者は収集の際に回収できるものとできないものを瞬時に判断しています。ゴミ袋の中には生ゴミが一緒に入っていたり、中身がそのままの状態で入っていることがあります。皆さんも今一度日頃から正しい分別がされているか一緒に確認していきましょう。収集された容器包装プラスチックは小松市大野町にあるリサイクルセンターに集められます。収集されたものは一旦ストックヤードに置かれます。その際にも汚れているものなどがないか確認しています。ショベルカーでホッパーに運ばれます。最終チェックは手選別で行われます。汚れているものや容器包装プラスチックではないものを手作業で取り除いていきます。この際に二重袋で出されるとこの作業の妨げになりますのでやめてください。選別された容器包装プラスチックはブロック状に形成されます。ベールは県外のリサイクル工場へ運ばれリサイクルされます。どのようなものにリサイクルされているのか見てみましょう。工業用パレット、標準杭、木木、土台ブロック、車止め、マンホールの蓋、園芸用プランターです。皆さんもご存知のプラマーク、まずは容器包装にこのマークがついているか確認してください。実演を交えながら詳しく見てみましょう。お菓子の外袋や内袋、食品の袋、アイスのカップや豆腐のパック、ペットボトルの外側フィルムやキャップ、食品だけではなく生活用品の外袋や卵のケース、お惣菜や食品などのトレー、金や銀色などのトレー、透明のトレー、シールは剥がさなくても大丈夫です。プラマークがないものもあります。リンゴなどを包んでいる白いネット、気泡緩衝材、いわゆるプチプチ、オクラや玉ねぎなどのネット、レジ袋も容器包装プラスチックです。お惣菜などを購入するとラップがけのものがあります。このラップは必ず外してください。ラップは可燃ごみ、容器は容器包装プラスチックです。コンビニなどでもらうフォークやスプーンですが、外袋と中身は分別してください。
フォークなどのプラスチック製品は可燃ごみ、外袋は容器包装プラスチックです。プリンやヨーグルトなどの容器、まずは裏側の表示を確認しましょう。プラマークがない場合は可燃ごみです。プラマークがあれば容器包装プラスチックです。蓋と容器の素材が異なる場合があります。お店などで飲み物を購入した時のプラスチックカップ、ストローは可燃ごみ、容器は容器包装プラスチックです。シャンプーなどの容器やポンプ、どちらも容器包装プラスチックです。中身をきれいにし、ポンプと容器は別々の状態にしてお出しください。発泡スチロール、ナイロン製の紐、プラスチック製品は可燃ごみです。汚れのあるものはさっと人洗い、汚れを水でさっと落とし、入っていたものが残っていない状態にしてください。そして三角コーナーなどに入れて水気をしっかり切ってください。なお、洗っても汚れが取れない場合は無理して洗わず可燃ごみへ出してください。油の容器は洗わないでください。使い切った食用油のボトルはキッチンペーパーなどを敷き、1日から2日ほど逆さまにします。完全に液体がこぼれてこない状態になれば洗わなくても大丈夫です。洗濯などの詰め替え用はハサミで切りましょう。詰め替えが終わった後の容器は洗いにくくないですか？容器を半分に切ることで洗いやすくなります。洗濯洗剤は一緒に洗濯してもいいかもしれませんね。容器包装プラスチックを出すときはまずプラマークを確認、さっと人洗いし、しっかりと水切り、そして出すときは二重袋をやめましょう。一人一人の小さな心がけがやがて大きな成果になります。ご協力よろしくお願いします。